私、森林科学プログラムの窓口教員をしております松本と申します。よろしくお願いいたします。下の16教室の司会をやっていてですね、こうちょっと入れ替わる形でこういう担当しておりますけれども、私は森林利用システム学研究室というところで研究をしております。でこの森林利用システム学研究室というのは地域生態システム学科のこういろんなこう研究教育のこう中身でどういう、こう位置づけにあるのかということなんですけども、この上がですね、地域生態システム学科の教育方針、まあ、全部じゃなくて抜き出してきたんですけども、まあ、研究室の名前でシステムという名前があるので、まあ、学科の名前もシステムついてますし、まあ、システムというところはすごくすごい密接なこう関係がある。あと、まあこの教育目標でいうと持続可能な生産っていうですねところがものすごくうちの研究室には関係しています。でこの森林利用システム学研究室では再生産可能な森林資源の有効活用と、再生産可能な森林資源、日本資源乏しいんですけれども、数少ないですね、豊富にある資源で、しかも、まあ取ってもまたね、時間かかるんですけども、育って大きくなってまた取れるっていう、まあ、非常にこう貴重な資源、それが森林資源であり、まあ、その中で代表的なのは木材になるんですけども、その森林資源イコール木材を有効活用するために、特にこの森林資源、木材資源を安全かつ効果的に収穫してきて、でただ取るだけじゃなくてさらにまたこう、ね、育てて収穫するために再生産すると、まあ、再造林という言い方もしますけども、そういったところのかなりこうシステム的な技術的な研究っていうのを中心に行っている研究室です。で研究室は私とですね、岩岡正弘准教授とですね、2人で運営しているという体制になっております。でこちらの林野庁の資料をですね、そのままお借りしてきて、まあ、政策とか文字はあんまり見なくていいんですけども、こう山地山森林っていうのがあってですね、まあ、いろんなこう要素があるわけですけども、この図の中で言いますと我々の研究室というのはどこを担当しているかっていうと、この部分なんですね。まあ、なんか山でこう山のこう茎が丸太になって道があって機械があってっていうようなことで、まあ、端的に言いますと研究対象っていうのは、メインは林業です。農林水産業、一次産業の林業ですね。英語で言うとこのフォレストリーってなんですけども、でその中でも、まあ、森林利用システム学っていう、こう名前からですね、森林作業システムっていう、まあ、研究分野があるんですけども、ここがまあ結構ずっとメインでやってきた研究室になります。で森林産業システムって何かっていうと、こういう、まあ、木材を収穫したりしている機械とか、まあ、運搬車ですね、こういった機械がまず一つ大きな要素になりますし、そういったこう大型の機械をですね、山の中にで、利活用するためには山の中にやっぱりその作業基盤となる道を入れなきゃいけないということで、まあ、森林基盤整備って2番目に書いてありますけども、これはまあ道を作るっていうことなんですね。道のこう入れ方とか施工の仕方とか、あとはこの機械と道を組み合わせてどのように作業をするかとか、どういう機械を使うとか、どれぐらいの労働力を投入するかっていう、まあ、作業方式ですね。上の林業機械森林基盤整備作業方式っていうのが、まあ森林作業システムっていうののコアの部分なんですけども、じゃあその作業システムがうまく動いてるかどうかっていうのを評価するためには、コストであったり生産性っていう指標が重要なんですね。要するに、まあ動いていてもこの収穫した木材よりも生産コストの方が高かったら、まあ経済的に成り立たないと、あるいはまあコストがね、収支があったとしても、売上の方が、多かったとしても、じゃあよりでもう効率的に生産するためにはっていう、その生産性っていうところですね、それでシステム全体の評価をするってことになります。あとはこの林業森林産業システムの中に、まあ、入るんですけれども、林業というのは山の中で大きな機械を使って大きな木を扱いますので、当然結構怪我をしたり死んだりするっていう労働災害が頻発するんですね。でそれをどうにかもう本当にこう災害が起きないようにしようという、こういろんなこう、ですね、技術とかシステムの改良とかっていうのをかなり最近集中的に取り組んでます。あとこれ丸太とかですね、これ丸太とかはまあ主力の製品としては柱とか板になって、これはまあ住宅なんかの、まあ、こう机とかにもなってますけども材料になるんですが、こう小杖とか根元のこうちょっと使えない曲がった部分なんかは
昔は捨てられてたんですけども、今はこれも有効活用しよう、どうやったら使えるかということで、まあ、エネルギーとして使おうということで、下の木質バイオマスですね、これの、効率的な収穫とか活用についての研究しています。でバイオマスより上まで、上っていうのは、まあ、どちらかというとかなり理工学的な分野になるんですけども、それだけじゃなくて森林の、まあ、木材利用の文化とか歴史とか、こういった技術がどういうふうに発展してきたかっていう技術史なんかもですね、研究の対象にしています。でこちらが、過去10年間の指導学生の卒業論文で、先ほど の、分類で、安全とかシステムとかっていうのはちょっと強引に分類したんですけども、まあ、システムっていうのは結構多いんですけども、まあ、安全がそれに次いで結構のそれと同じぐらい文化の森林文化とかそういった研究もやっていると。で、まあ、一例を挙げますと、例えば、一番左上っていうのは、森林整備、さっきのね、木を切っていくと、木も丸裸にするやり方と残しつつ何割かずつ切っていって、20年30年後にもう一回切るとかって、まあ、そういうやり方をするんですけども、これは抜き切りをしていった時にどのぐらい切ると人は森林がこうその見た目が好ましいと考えるんだろうっていう、そういう研究ですね。でこちらは一般の人はこの左下の写真をものすごく好んで、農工大の学生とか、まあ、かなり若い世代っていうのは左上の写真が一番いいというふうな評価をするというようなことが分かりました。あとこちらは森林組合っていうですね、林業をこう主に主に担う組織っていうのが、山の神っていう、ね、昔から信仰されてる山で働く人たちが信仰してきた神様がいるんですけども、そういったものを今でも信仰しているかどうかということを検証するということで、これヒアリングによっていろいろ聞いたんですけども、これはその山の神のこうお祭り行事をやる日程を聞いたところですね、結構地域的にこれ1月17日こっちが2月7日といって、かなり地域的に日程がまとまってたということで、結構これは驚いたんですけど、あとこれは先ほどのカリキュラムのところにありましたけども、山の中でその道を作る基盤整備をするって話なんですけど、山に作った道は道際の木は残すというのが今結構主流の考え方なんですけども、当然この道際の木って結構根っこ除去されてますので、果たしてそれ安定してんのっていうのを、まあ、常に感じてたんですけども、それを検証するために実際にこのブルドーザーで道際の木を引っ張って、その引き倒しにかかる力ですね、まあ、抵抗力っていうのを測って、結果、そんなに、抵抗力は落ちてないよ、不安定じゃないよってことが分かりました。あとはこういう道を作るですね、このショベルカーを操縦している人がどんなところを見ながらどういう作業をしているのかっていうのを、まあ、視線を追いながらですね、解析したりって、そういった研究をしております。で、これはフィールドでの調査や実験だけじゃなくて、先ほどのこう山の神研究の中でヒアリングしたり文献調査をしたり、研究手法は結構多様ですし、まあ、工学系から人文社会系まで幅広く研究していますというのがうちの研究室の特徴です。はい、それでは、森林電話研究室の紹介は以上で終わらせていただきます。